はい、では今日プラプラ行きたいと思います。すごく楽しみです。2体同時、面白そうでございます。で、先にとりあえずヘカトンケイルガを倒せって書いてあるんですよ。罠の可能性が高いですけど、まあ一応それに従います。で、まあカウンターとかなんやかんや書いてるんですが、とりあえず行ってみます。で、エスナを持ってこいみたいな、まあ麻痺するよみたいなことで、一応オニオンナイトにだけ、このウルトラキュアでしたっけ、これつけたのと、まあ、あとはユーナの共通必殺で持ってきました。まあ、あんまり気にしなくても、まあ、麻痺する人にもよると思うんですけど、どれぐらいか分かんないんで、もう一回とりあえず行ってみます。はい。鉄壁仮さえすれば最初はカチカチになると思うんで、まあ、カチカチの状態で、とにかくそのヘカトンケイルを先に倒しきることができれば、まあまあかなり楽になるかな。後半はもう火力で押し切れるんじゃないかと思うんで、ちょっと行ってみます。とりあえず2で、2のままで行きましょうか。死の宣告入る。まず下ですよね。下から予言。よし。鉄壁を張りましょう。あいつ気持ち悪いのよな。手がいっぱいあるんですよね。なんか手いっぱいあるのはいいんですけど、付き方が絶対間違ってますよね。輪っかでキュッてまとめてしもてるから、もう横に、なんていうんですかね、横に広がりすぎてるっていうか、明らかにミスですよね、あれは。もうちょっとこうね、前目にこうつかないと、あれ手届かないでしょ、前のやつと戦おうとしたとき。常に横向きで戦うことになります。おう。麻痺った。おう、結構麻痺るな。今ので麻痺るのか。なるほどね。まあ、ルーネス麻痺。まあ、そこまで痛くない。とりあえず。ん？今の何？何今の？シェルガも入れておきます。シェルガとリゼネを入れておく。ああ、やっぱり助けよう。前半の方が大事ですもんね。どちらかというと。2体なので。入れておきます。ちゃんと。助けておきます。ドラゴンクロー。はい。はい、マジ意味あんのかな？こいつ物理ばっかりか。アサルトタックル。地属性っぽい。ハリケーンキック。コンボがすごいな。こっちも、格闘はこっちのフィールドやぞ。おら、おら。よし。まずはルーネスを助けよう。インフェルノ。うん、いいダメージ出ますな。いいダメージ出るね。いい回復出るね、ほんで。玉ねぎすげえな。前にいてあの回復量すごいですね。3000以上回復した。ちょっとこいつハイマジしとこう。っていうかちょっと怖いな。ウルトラキュアを中心に。ちょっと回復が追っついてない。リベンジしたい。で、カウンターをやってくるみたいな意思表示ですか、今のは。おら。よし。言うんですね。俺、リベンジスタイルになるわ、みたいなことを自分で言うんですね。一応自己申告するというか。ちょっと気持ち悪いですね、なんか、なんて言うんでしょう。クソ女感はありますよね。よいしょ。復讐をするみたいな感じ。ちょっと怖い。宣言してから復讐する感じ。よいしょ。さあ、デュエル、もう2回目です。ベールが1回入れば相当楽になる。
よし。まあでも最近はあれかな、男性でも、男性の方が多いか。なんかその、こう、リベンジポルノ的な、なんていうんですかね、その復讐のためにこう、ネットに公開するみたいなのとか、まあ別れた腹いせにみたいな、ようわかんないですね。全くそういう、その、なんていうんですかね、楽しさがわからないので、まあ別に楽しくてやってるわけじゃないんでしょうが、イグニス。玉ねぎが止まってるな。これを米回復してあげられないので、玉ねぎが止まっちゃうと辛い。よい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 。玉ねぎがね、止まってるとブレイクができないので、ちょっとその条件を、大丈夫、条件大丈夫かなっていうスペース、この条件が若干怖いですけど、ヘイストが入った、ベスペル抜いておきますか。今のは何をしとるんや、あれは。あれは何をしとるんやろ。ブレイク入れます。何かをこう身にまとってるのかな。威力アップしてるんですかね。よし、いいダメージやってます。カウンターヘイスト、カウンターヘイスト大好きか。シーシー、ほら、ちょっと一つ心配になってるのが、ヘカトンケールのスペースを満たしていたのかどうかっていうポイント、ちょっと怖いぞ、これ。エアリアルレイ。これ何しとんのこれ。あれはなんだ、一体。まあ、何かしらのことなんでしょうけど。よっしゃ。ナイス。キャンセル美味しいな。キャンセルは美味しい。ゼルカイオが止まってます。ただ、とりあえず、バーストを優先します。この後で回復させるか。どうしようかな。回復させた方がいいな。もうデュエル多分溜まってるんで。一デュエルいけますからね。イグニス。シグリス。シグリス、ユーフラテス川。銀行の。よいしょ。いいね。キャンセルバリバリ入るやん。バッキバキにキャンセル入るな。すげえキャンセル率。売れない旅館っすね。よし、行こう。よし、全然楽勝。強くはないっすけど、どうでしょう。ちゃんと満たしてたかどうかを、がすごく不安。あ、よしよしよし、よかった。火ダメも1個で済んだし、まあ、楽でしたね。まあ前回も今日プラプラかなり楽に感じましたけど、もうすごい楽。まあやっぱり一番の違いは、フェス、の前と後の一番の違いが僕玉ねぎなんですけど、まあ、玉ねぎが入荷したことによって一気に楽になりました。ガチパーティーの戦略が、はい。で、玉ねぎ結構フラグメントも叩き込んでそこそこ育ってるんで、まあ使えるものも増えてますし、やっぱり玉ねぎですよ。飴色玉ねぎですよ、やっぱり。もう何、どんな料理でも玉ねぎ入れたらうまいですからね。うん。もうそういうことなんでしょう。はい。まあ、虜でございます。ということで、玉ねぎ、これからも頑張って使っていきます。では皆さん見ていただいてありがとうございました。